はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時半ですね。千代田区は18度、この部屋は20度ですか。4月は4日の木曜日でございまして、ですね、ドルウォンどうなりましたかね。ドルウォン、うにゃうにゃですね。1347、このあたりで頑張ってますね。はいはい。まだ今週は明日までありますね。はい。メールも来ない、電話もかかってこない、静かな木曜日でございまして、世間から忘れ去られていますね、私は完全に。本当にメール来ませんね。はい、行きましょうか。これはですね、日本経済新聞、今月1本しか開けられないのをですね、もう開けてしまいました、これで。中澤勝治先生ですね、解説委員です。習近平経済の矛盾解く鍵は香港、安全市場が潰す金の卵ということでしてですね、ちょっと出足を読みましょうか。中国共産党政権は深刻な住宅不動産不況から抜け出す根本的な政策転換を素通りしながら、つまり何もしないですね。高水準の対外開放と 5% 前後という高い経済成長目標を掲げ続ける。そんな経済政策の責任者は先の全国人民代表大会で歴史ある内外記者会見を取りやめた党内序列2位の首相李強だ。一方で政治の政権の安全が経済運営を含めた全ての政策上の最優先事項であると声高に叫び続けているのも同じ政権だ。その国家安全に関する権限を一手に握る責任者は党内序列5位の共産党政治局常務委員蔡奇、北京語風に言いますと蔡奇ですね、68であると。もうちょっと行きましょうね。立教の前向きな経済政策と蔡奇が担う中国式安全市場主義という二つの方向性は完全に矛盾している。中国に長年投資してきた外資関係者は戸惑うばかりであると。中国共産党総書記で国家主席の習近平をトップとする中国は今どこに向かおうとしているのか。習が徴用する側近2人が発信するメッセージのどちらを信じればいいのかということで、以下続いていきますけどもですね、特に目新しい事実を指摘していただいたわけではないんですけど、まあ、なかなか読み応えがあります。貼っときますね。香港を見ていれば分かるというのはこの原稿の趣旨なんです。で、香港を見ているとですね、もう全くこの蔡奇の安全市場主義の方が優先しているというふうにこう映ってきます。私自身は2019年で香港は終わったというふうに考えてましてですね、もう香港は中国の一地方都市であって、わずかにまだ香港らしさが残っているとすれば、それは通貨制度、香港ドルですね。香港ドルがですね、ペッグ制といいまして、アメリカの US ドルと連動してるんですね。そこだけはですね、残っていてですね、で、あとは、まあ、香港のハンセンの株式市場は、まだ中国当局のコントロール下に完全に入っていないというふうに私は見ています。今日お休みですよね。まあ、その2つだけであって、あとは言論の自由もクソもないわけですよ。アグネス・チューさん、先日ね、カナダで命がけの記者会見をしてましたけどもですね、もうちょっと中国政府に対してですね、歯向かうようなことを言うと即座に拘束されてですね、消えてしまうということでして、それは2015年から始まっているんだというふうに、このですね、中澤先生お書きになってまして、2015年にドラワン書店というですね、香港のですね、出版社兼書店の関係者5人が行方不明だった。何のことはない中国に逮捕されていたんですね。で、辛くも釈放された書店主はですね、今台湾に移ってですね、ドラマン書店をやっているという話がこの後出てきます。まあすごい、良かったなと思いますよ。よくまあ生きて帰ってくれたなという感じがしますけどね。習近平についての暴露本なんかを出していたんですよ。大丈夫かなと思ったら、やっぱり大丈夫ではなかったですね。で、香港をね、実質的に中国はもう失ってるんですよ。
今香港っていうのは中国の2000級、3000級ぐらいの都市ですね。人口700万か800万でしょ。で今香港の不動産値下がりしてるんですよ。なぜかというと簡単には需要がないからなんですね。もうお金を持ってる人は逃げてしまいました。で昔はですね、香港の自由さに憧れてですね、本土からどんどんですね人が移ってきてですね、いわゆるセカンドハウスみたいなのを香港に持っていたんですね。でそれを高い金でも買いまくるんで香港の不動産上がりまくってたんですよ。ところが2019年以降ですね、香港も中国と一緒になってですね、同じような基準で逮捕されるわけですね。もう自由は全くなくなりました。なんでですね、本土の人にとって香港自体の魅力はなくなってしまったんです。でしかもですね、本土は今猛烈な不景気ですね。改革開放路線始まって以来の猛烈な不景気に襲われていてですね、あのお金を持った中国人で目立とう人はもう外国へ逃げてしまいました。なんでですね、香港も今景気はどん底に行こうと向かってるんちゃうんかなという気がします。でアホですね、習近平。香港ってね、好きにさせておけばですね、ものすごく繁栄してですね、あの中国への玄関口としてですね、こう便利に使えたわけなんですよ。こっちから行くのも香港経由は便利、向こうからですね、西側に何かするのも香港経由は便利な、そういう存在であったのをですね、いわゆる金の卵というふうに中澤さんは言っておられますけども、まさにその非常に便利な曖昧な、そのあのなんて言いますかね、ニュートラルな街であったのがですね、今完全に地方都市になったら何の使い方もないやんということですね。わずかに香港ハンセンと香港ドルというのが残っているだけでしてですね、まあまあ、あのもう今だから西側の人はですね、香港に何の魅力も感じないと思うんですよ。ただの古い街ですよ。深圳なんていうのはここ20年30年できた街ですが、ピッカピカに新しいんですね。もう香港ってもう何百200年ぐらい前からですね、イギリスの領地ですからですね、もう古いんですよ。古い町ほんで今自由もない香港なんて何の魅力もない、ただの田舎の港町やんということでしょうね。でこれを失ったということは非常に経済的に痛いんですけども、あの習近平というのはアホですからですね、そのこう失ったという喪失感は全く感じていないんではないでしょうかね。これで香港でうるさいこと言うやつがいなくなったと、抑え込めてよかったというふうに思ってるんでしょうけども、まあ無理でしょうね。でいつも言うことなんですが、イギリスはですね、香港を失った、返したんですね。正確には1997年に返しましたけど、香港の住民はいまだにイギリス時代を懐かしがっています。ですんで住民投票をすればイギリス領に帰りたいとみんな言うでしょうね、香港の住民は。でイギリスはもしかしてそういうことがあるかもしれへんというふうに今でも思っている可能性がありますね。だからですね、クイーンエリザベス号ですね、イギリス唯一の航空母艦をですね、時々ですね、日本周辺によこしてくるんですよ。また来るみたいですよ、近々お前ら諦めてへんやろというふうに思います。何が起こるか分かりませんからね。再三申し上げている通り、中国共産党というのはね、もう5年以内に終わるんですよ、私の予想ではね。で終わった時にですね、イギリスは香港を取り戻せる可能性はあります。だって無政府状態になりますから、一旦は。その時に住民投票で、あの香港住民はイギリスに帰属するということを賛成多数になればですね、イギリスははいそうですかってやってくるわけですよ。まあそういう光景も見てみたいですね。はい、まあということでございまして、このですね、月に1本しか読めないんで、僕は開けてしまいましたけど、開けてしまったところのアドレスを貼っておきますんで、ご興味ある方は読んでみてください。習近平経済の矛盾解くのは、解く鍵は香港。安全市場というのは締め付けて、習近平政権にとっての安全ということですね。つまり異論を許さないということですね。安全市場が潰す金の卵というですね、編集委員中澤和二さんのですね、解説の論説かな、論説の記事でございました。一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。